ました。長かった。受付は7時までやってるみたいなんですけど、よっと4時半に着いてよかったです。ということで受付回ってきました。だいぶ空いててスムーズですね。ちょっと日に出ると1000円分のミルクポンもあったので、今からステーキを食べに行きたいと思います。ありがとうございます。こんなのか今日いらっしゃいませ。ホテルで食べることにしました。ということでホテル着きました。シーラックパルホテルズ高崎ですね。安い割には結構良かったです。ちょっと取り間違えて喫煙ルーム頼んだ、予約しちゃったんですけども、まあ、匂いもそんなくて良かったっす。で、春昼のチケットでお弁当を買ってきましたよ。弁当オープン。なんか GGC ってステーキハウスですね。ドッタンハンバーグハラミ弁当です。1000円の券使ったんで実質800円しか払ってないですね。お買い得ということでいただきます。飲みたいと思います。いただきます。明日頑張りましょう。これ、はい、いただきます。かー、はい、ということでおめでとうございます。で、ハンバーグから、ファミリーみたいですごい入ってましたね、お客さん。いただきます。うまっ。味わいながら食べたいと思います。はい、おはようございます。会場の駐車場着きました。今は準備中です。もうね、5時35分なんですよ。眠い。ということで会場を迎えたいと思います。はい、こういう感じで皆さんも待機中でございます。
私は7000番台なので、かな。あった。ありがとうございます。おはようございます。いやー、終わりました終わりました。最後がきつかったな。とりあえず事故もなく怪我もなく終わりでよかったです。よいいですね。